はい時間になりましたので始めさせていただきます私ブリッジターミナルの福間と申します大竹さんのお話の前に少しブリッジターミナルについてご紹介させていただいてから、えー、講演となりますブリッジターミナルは、えー、460平,平米程度の,あのソニーシティ大崎の工房スペースになっております えー、みんなで打ち合わせしたり長めの検討したり内緒の打ち合わせしたり昼はほぼ寝てる人がいたりプレスカンファレンスなども行われて関係者が詰めかけたり、えー、工房のワークショップ工作のワークショップ、えー、ハイレゾーヨガによる、えー、体験スタジオや合気道の体験稽古、えー、フィルハーモニーのミニ演奏会や パブリックビューイング、感想芸会など行われてて、卓球やビリヤードもできます。できて半年くらい経ってから、いろいろな方々のお話を伺う機会を設けるようになって、その後、皆さんからもいろんな人を呼んでくださって、いろいろなお話を伺えたり、まあ、体験できたりしております。 私自身もここで初めて知ったり体験できることも多くてどんどん楽しみになってきまして今までもいろいろなイベントを行わさせていただいてますコロナ禍で、えー、っとプライベートな利用が禁止になっているのでこういったプライベートなイベントなどは現在行っていないのですけど、えー、代わりにあのオンラインでのイベントの、えー、回数が増えてより幅広い方々あの、えー 近隣ではない方々や海外からも来ていただけるようになってあのいろんな方からあの楽しい話をいただくことができるようになっております。えーたまあ、いろいろなイベントのおかげで、えー、知り合ったこういったいろいろな体験を、まあ、今後もあの皆様にシェアしたり新しいあの知見を得たりっていうのはすごく私も楽しみにしております。 えっとえっと気になった方はですね、Facebook にポータルページがありますので、えー、チェックいただけると嬉しいです。本日は大竹さんに来ていただいております。私もあの業務でスゴデの工学設計者ということで先輩に紹介をいただいて、えー、お話をしたことがあってまあその時はこういう感じのあのスッとした顔であの あの必要最適なことをさっと言ってくださる素晴らしい先輩って感じだったんですけどえ実はあの、えー、最近、まあ、あの走っていてでちょっと2時間33分的でどういうことっていうお話になりまして今日お話を伺うことになりましたあのえっと一部の方しかできないようなことではないことっていうのを幅広く伺えるということで私も非常に楽しみにしておりますそれでは大竹さんよろししくお願いいたします。 あとはいあの、これで一応顔映っているはずです、はい。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね大丈夫なはずですけど、絵がまってますね完全に固まってますね。これ、おろしちゃおうかな。あ、おろしたら大丈夫になりました。あれ <laughs> はい、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ、えっと、私の画面ってこれで、えっと、ちょっとごめんなさい、今、よいしょ、コンテンツ共有します。 はい、お願いいたします。えっと映りましたら教えていただけますか。はい、画面映っております。はい。ありがとうございます。えっとじゃあ,あの今日は、えー、スロージョグのすすめということで、えー、お話をさせていただきますが、えー、わざわざですねあのー、月曜日の、えー、まあ夕方の時間にもかかわらずお集まりいただきまして、えー、ありがとうございます。 えっと私、ね、のほは今エスアイピーエスの方におります大竹と申します。はい。今あのえっ、ー、とご紹介いただきました通り、普段はまあ工学エンジニアとしてえっと仕事をさせていただいておりますが、その一方でえっ、ー、とまあ最近はマラソンランナーという顔もちょっとえっと出てまいりまして、まあ今日はそういった点でですね、えー、少しお話させていただきます。 えと今日、ですねあの事前にどんな方がご参加いただけているのかなという時に、えー、ときに SSS の方からは70名を超える方であったり SIPS さんも67名 SGMO さん57名 SCK さん51名というような感じでかなり、えー、いろいろなところの方にご参加いただいて、えー、とすごく感謝していますまたあの書いていただいてびっくりしたんですがソニー LSI デザインランニングクラブ え、いうところの方であったり、MSD と書きましたが、今日多分あの、ご参加いただいていると思うんですが、あの、ソニーの中には謎のあの、マラソンのチームがありまして、MSD と書かせていただきました。それ以外に海外からご参加いただいている方、またあの、社会からこのためにわざわざご参加いただいている方もいらっしゃいまして、今日はよろしくお願いいたします。えっと、 まずですね、今日あの初めに少し触れたいのが、えー、参加動機なんですが、えー、ご記入いただきました皆さんあの、感謝いたします。えー、一応ですねあの、自分なりに少しどんな、えー、と形でご参加いただいているのかなというのを分類してみますと、えー、スロージョグに興味があるというふうに言っていただいた方が3分の1、最近、運動不足だとおっしゃっていただいている方が、まあ、27%ですね、3 30%。 継続をどうやってやるのかっていうことに興味があるという方が15%ですね。まあ大体、えー、そうですあ15%ですねで。あとはマラソンをやってらっしゃるという方が26%ということであ、なんかマラソンをやってらっしゃる方よりも、スロージョグとか運動不足、こういったところとかを気にされてる方が多いんだということをに気づきまして、あの、あらんと思って、えっと、はい、あの、感謝しております。えっと、読んでいって、 いる中で気になったコメントとしては、まあ、怪我をしやすいとか、年齢的にタイムが伸びないといったようなことを書いていただいている方がいらっしゃいました。えっと、怪我をしやすい方は、この後ですね、話をする中で触れていきたいと思っています。また、年齢的にタイムが伸びないという方に対してはですね、後半、あの懇親会の方の時に少し触れさせていただこうかなと思っております。 えとまあ、今回です、ねあの、こういった形でこう話をさせていただくにあたっては、やっぱりあの僕自身もそうなんですけども、多くの方の行動範囲が狭くなって、運動不足だけでなく、気分転換も大変かなというところを感じております皆さんあの、特にコロナ禍で気分転換を上手にできているでしょうかということを、ちょっと考えてみました。 で実はあの遠くに行けないという裏で身近な非日,日常というのが実は大切なんではあというのを考えてみました。一番は初めての体験 あすいません。これで大丈夫ですね。失礼しました。申し訳ありません。いろんなことがあるもんですね。すいません。<laughs> はい。えっ、ー、と、じゃあ、続きに行きたいと思います。えっ、ー、と、一番としては初めての体験。まあ、この時は、おそらく楽しみと少しの不安があるんじゃないかと思います。二番目は、自分の好きな体験ということで、これはあの楽しいと分かっていて、期待して、えー、行ったり、やったりすることだと思います。 3番目は思いがけないことに出会った時と、わーってびっくりするイメージですね。4番目は期待していた以上のことに出会った時と、こういった時におそらくこう日常っていうのから、あっと切り替わるような気がしています。もうちょっとこう噛み砕いて考えてみました、えー。気分転換していく時の気持ちの変化っていうのは、例えば1番の場合は、 ドキドキ感が気分の高揚につながって非日常という形になっていくと。しょ2番目は、えー、ワクワク感が気分高揚につながって非日常。そして3番はいきなり気分が一変して非日常。最後の4番は、えー、一気に興奮して非日常。 こんな感じにこう気持ちが変化していく中で非日常というところが気分転換ということにつながっていくように感じていますでこの1番2番は自分で行動をするため事前に予測できるのに対して3番や4番というのは自分で何とかというよりもびっくりする要素が入ってくるので予測しにくいのかなと思っていますでこういうですね中で今日はこの非日常ということと このスロージョグっていうのを組み合わせるということで、えっと、まあ、初めに言いました、体を動かすということで、運動不足ということ,ととともに気分転換、こういったことにつなげられたらなということで、えっと、話しさせていただきます。ちょっと前置きが長かったんですが、自己紹介です。え、一応ですね、あの、初めの案内にも書かせていただきましたけども、 えと普段は工学エンジニアとして働いていますがオフのときはメリハリランナーですと。で何がメリハリかというと大会では超真剣ですが普段はゆっくり走るとスピードにメリハリがあるランナーですあの左側の写真は、えっと、先週の水曜日ですねすいませんお休みをいただいてハーフマラソンに出てきたんですけどなんと自己ベストですね公認の大会で自己ベストなんでうれしかったんですけど1時間13分58秒という記録でした。 でも右側にあります通り普段はパン屋さん巡りが好きでこんなことをやっております僕がですねスロージョグと出会ったのは実は最初からではなかったんですね初めはここに書きました通り2013年の9月に走り始めて翌年の3月に8マラソンでしたそのままその年の11月にフルマラソン2回目を迎えるんですけど この時に疲労骨折をしましまた、えー、こ,こまではですね実は全力走の練習しかしたことがなくて、えっと、実はあの運動をほとんど、えー、やったことがなかったのでどういう練習をしたらいいか知らないままこの疲労骨折ということで、えっと、湘南国際マラソンのゴールをしたと同時に動けなくなって最終的に車椅子に乗せられて タクシーに運ばれて、それでタクシーで駅まで帰って、そっからなんとか自力でなんとかよたよた行って、電車乗って帰ったという感じでした。ところがこの最初は疲労骨折と分からなかったんですけど、疲労骨折と分かって、まあ、どうやってリハビリしていこうかなと思ったときに、12月にエアロバイク、翌年の1月にウォーキング、そして3ヶ月経ったところからスロージョグ、これを始めました。 でまあ、僕はここで生まれ変わったなと思っていましてこの年のですね、12月フルマラソン3回目と書いていますが同じ湘南国際マラソンで走りまして自己ベストを10分かな10分くらいですね短縮するという形で実はこのですね、2月から12月までの間に全力で走った回数が2回しかなかったんですね。 他はゆっくり走ってるという形だったんですがそれだけフルマラソンのタイムが縮まるということで非常にびっくりした覚えがありますこの頃なんですけれども実は取り組み始める前は先ほど言いましたけれども全力走しかしていませんでしたなので始める頃はゆっくり走ることができなかったんですね今でも覚えてるんですがキロ後より遅いペースで走れなかったんですね いつも走る時ははあはあ言ってました。なので、そういうペースで練習ばっかりやっていて、なので、ゆっくり走るっていうのどこが面白いんだろうって思っていましたし、まあ、走れないので余計にどうすんだよって思ってました。それに走ってる途中に止まるなんて信じられないなって思っていました。これに対して今の僕ですが、レースでは、例えばレースの後半に上り坂とかある時に、 集団の前に出て、ここからが勝負だ、行くぞとかって大きい声を周りに出してぐいぐい引っ張ったり、本当あの、こんなことやってて大人げなくて申し訳ないんですけども、そんなことをやってるような状況です。えーまあ、フルマラソンの方は、えー、2019年の豊富読売マラソンで2時間33分10秒ということで自己ベスト出しまして、ハーフマラソンは先ほど申しました通り先週ですね、えー、更新いたしました。これに対してスロージョグですが えー、一人でも楽しく笑顔で走っています。長い距離をゆっくり走っています。気になる場所があったら止まって写真を撮っていたり、まあ、パン屋さんに立ち寄ることが大好きだったりしています。まあ、こんな私なんですけれども、まあ、今日はえっとスロージョグということで、えー、ここから行きたいと思います。まず皆さんあの子供の時に走ったことを覚えているでしょうか。多分幼稚園とかに入ったときにいきなりなんか。 運動会とかで走っていたような気がします。もちろん走るっていう中では必ず勝ち負けというのがあったように思っていて、えっ、ー、と負けると悔しいという覚えがあります。あの僕、小学校1年生の時とか、2年生の時は必ずいつもですね。えっ、ー、と順位によってもらえるお皿が違ったんですね。 いつも一番小さいお皿しか、えっと、もらえなかったという覚えがありましてあのいつも運動会が嫌いな子供でした、まあ、こういうふうに子供の頃は走るときにいつも競わされたんではないかと思います必ず速い子と遅い子がいますでも実は皆さんそうだと思うんですが走ったこと走り方を習ったことってあるでしょうか 実はそういうことなくいきなり走らされているような気がしますこの時に走るのが遅かった子供が走るのが遅い大人とは必ず言えないんじゃないかなというふうに思っています今お話ししましたけど子どもの頃って全力でいつも走ってましたよねまあ、先ほど言いました通り僕は走るのが苦手でしたので体育の授業が本当にあの嫌でした でも、大人になって考えてみると、大人は速く走らなくてもいいんですよね。えっと、もちろん、スピードを気にする必要はないというふうに思います。それで、ゆっくり走りますと、今まで気づかなかったことが待ってるんですね。今日は、このゆっくり走る効果と楽しみ方を、えー、ですので、もうちょっと詳しく話していきます。 この今、スロージョグって何でしょうということでえっとたまたまのテレビに出ている品川駅のところになりますけれどもこれ、通勤のときに皆さんあの駅や構内で小走りの方って見かけることがあると思うんですよね。で、この小走りの方って早歩きとはちょっと違うように思うんですけど冷静に見てみてそもそも歩きと走るって何が違うんでしょうか。 これを考えてみますと例えば歩くっていう時のスピードは1だい大体10分から12分ぐらいかなと思います。これに対して走るっていうのは例えば1キロ5分以下だと考えます。この違いっていうのは両足が離れる瞬間があるかないかなんですね。歩くっていうのはどっちかの足が必ずついてるのに対して走るっていうのは両方が離れることがある。 まあ競歩とかは逆に両方が離れると,えっと反則になると思うんですけどここがポイントだと思うんですが実はもう一つ違いがあると思いますそれはリズムです歩くと走るではリズムが違う具体的にちょっと見ていきたいと思いますえっと僕自身いつもスピードをこう1分間に何歩足を動かすのかとかカウントしている時計をつけてるんですけど 歩くときには大体1分間に140歩、これ頑張ってですね。走るときはまあ大体180歩、1分間の間に踏むと思います。これが早歩きでって考えてみると、実はあの皆さん大股にこう足を広げて歩いてるんじゃないかなと思うんですね。で、歩くときはどうしてもこのリズムはこの140というのをキープして歩いてることが多いと思います。でですので1キロを 例えば歩歩くのに 1, 歩なんですねところが走るっていうのは同じ1キロ8分でもこの180歩1分間というところは変わらないので1キロで 1, 歩かかるというこ,とになりますこれどういうことだと考えてみますと実は早歩きとスロージョグは同じ速さだったとしてもスロージョグはリズムが速くてその分歩数も多くなって。 実は足への負担が軽いんですねだから足に優しくて疲れなくて歩数が増えるとこれがスロージョグの特徴なんではないかなと思いますでもあえっとすいません右の上にですね初めて走る方とランナーの方向けというのを一応ちょっと分けておりますここからは今もう走ってらっしゃる方に向けてのメッセージ ショックが強くなるんですけど多くの方が多分スロージョグって苦手なんですよね走ってらっしゃる方の中で言いますと。なんで速く走っちゃうのかっていうのを挙げてみました。そうすると速く走ると爽快感があるとか周りが速いとつい速くなっちゃうとかあるいはゆっくり走ったのは練習なんないよとかあるいはゆっくり走るのは退屈だし面白くないとまあこういった意見があると思うんですけど でも、次に出すメッセージを知ったら、これはゆっくり走らずにはいられないと思います。それは何かというと、スロージョグは、盲細血管が発達して、その結果、レースで速く走れちゃうんですね。これが、実は、えっと、スロージョグの持つ本当の力なんです。少しメカニズムを紹介させていただきます。 まず、スロージョグで毛細血管が発達するのは、普通の状態よりも心拍数が少しだけ上がるからなんですね。これは、心拍数が少し上がると、血の巡りの速さが速くなるわけですね。そうすると、体の中の老廃物が洗い流されるという効果が出てきます。それと同時に、だんだんと毛細血管自体が広がっていくんですね。 とこのときに血流を早めればいいんだというふうに考えるとですね、ちょっとずれているところがあって、実は適度なな心拍数が大切なんですこれは僕自身の経験なんですけども、一番いいのは、最大心拍数と安静時心拍数の中間ぐらい、これが一番いいみたいで、このスピードがスロージョグとちょうどぴったりくるというふうな感じなんです。 えー、速く走るとどうなるかというと基本的にその酸化ストレスというのを体の中に生み出される形になるんでこれが体にダメージを与えるということになりますのでここの部分でゆっくり走るというのが実はその健康的にも良くなるという効果が期待できるということになりますじゃあ何で速く走れるようになるのかというところになるんですけど毛細血管が発達するというのは車でいうなら排気量アップなんですね これはどういうことを言ってるかっていいますと低い心拍数でも体の隅々まで酸素や栄養が行き渡って疲労物質を簡単に取り除いてくれるとこの効果が大きいんですねつまりゆっくり走ってると若々しく元気はつらつになっちゃいますということなんですよねそしてさらに走るときに心拍数が上がりにくくなるので結局 早く走れるるよううになるということになりますこの時に、その、疲労物質を簡単に取り除いてくれるのを、僕を例に紹介したいと思います。初めに言いましたけど、僕、運動が苦手なんで、転倒をよくするんですよ。あの、去年1年間走ってる間ですいません、あの、恥ずかしながら5回も転倒しました。<laughs> えっと、その中で一番ひどかったのは、 あのトレイルランってやったことがないままいきなり参加しましてみんながなすごい勢いで下ってくんで僕も下ってったら顔からだいぶそんな人見たことないよみたいに結構言われるんですけどあのすみません顔から、えーそうですねえー、突っ込んでいきましてこの左側が点灯した夜に家に帰って撮った写真ですね。この残念ながらあの 鼻の横のところ、それから顎の部分とですね、なんかもう痛々しい状況だったんですけど、3日経つと、もうほぼです、ねまあ、血は完全に止まってて、えー、と赤みが出てるというくらいまでに回復しています。これがその、まあ、一例に過ぎないですけども、えっと、毛細血管が発達することによって、そのまあ、若々しくなるという表現を使いましたけど、 新陳代謝含めです、ね、促されて、その疲労物質だったりをすぐに洗い流してくれたりといったような効果の一例になります。で、このときにです、ね、走る心拍数とどのくらいでしょうかというのは、実は最大心拍数というのは220から年齢を引いたものというのが決まっていまして、例えば50歳の方ですと170というのがほぼ自動で出てきます。 多少あの上下はありますけど、ベースはここです、そして安静時の心拍数というのは、例えば60ぐらいだと考えますと、この間は115ですね、一般的にこの50%から70%が有酸素運動というふうに言われますが、この一番底のところになります、ですので、有酸素運動をしつつ、毛細血管が広がるという、このダブル効果が期待されるのが、この、えー、心拍数なんですね。 これに対してこれより低い歩きになりますと有酸素運動にもならないし毛細血管が広がる効果も薄いと。なのでこのスピードで走るということに意味があってこれがスロージョグなわけですねでとそんなこと言ったってそんなにそのスロージョグで走るの楽じゃないよって思う方もいらっしゃると思うんですけど実は先ほど言いました通り 実はスロージョグも走るも1分間の歩数って同じなんですね。ですから、例えば3時間走るときの歩数はスロージョグでも走っても同じなんですよねあ。多少違います。でもほぼ同じです。なので、スロージョグで走るというのはマラソンの足作りに役立つと、こういうことも言えると思います。じゃあ、そうしたら実際に走ってみましょうということになるんですが、 えっと、普段歩くところを小走りにししてみましょう例えば出社される時に朝の通勤時に駅まで小走りとか在宅勤務なら仕事の前に駅まで小走りで行って帰るとか近くのスーパーまで小走りで行って帰りは歩きとかそれからなんとなく走あすみませんといったことでなんとなく走る感覚がつかめれば合格です。この時に先ほど言いましたとおり早く走る必要はありません。 ゆっくり楽しく走るのがいいんです。例えば、僕の家の周りの距離感はこんな感じなんですね。真ん中に自分の家がありまして、駅がここですね,ね。いろいろありますで。ここに、例えばこういうふうに丸を書いて、距離を入れてみます。で、こういうふうに Google マップで円を描いてみたときに、よいしょ。こういうふうにこう、 スーパーやコンビニとか例えばありますこういうところに行くときだけゆっくり走ってみるというのはいかがでしょうか少し慣れたらいろんな方向のスーパーに足を運んでみましょうと一度塗ったらまあ、塗りつぶすという感じでだんだんと増やしていくというのが面白いように思います またあのつっね、えっ、ー、と週末に10分ぐらい歩いて走って戻ってみるというのも面白いと思います。これは東西南北といろいろな方向に走ってみてほしいなと思ってます。普段は気づかないような素敵な景色に出会うかもしれないと思います。例えばこの左側にあるのはこれ芝川っていうところの写真なんですけど、芝川ってあのすごい汚い川で有名だった川なんですけど。 先月撮ったんですけど、なんとなく見るとあ、結構きれいな川に見えるなって思って撮りました。右側の方はですね、家から500メートルくらいのところにあるんですけど、彼岸花ですけども、こちら、まあ、オレンジ色の彼岸花珍しくて撮ったんですけど、まあ、こんな、えっと、いろんな景色に出会えるんじゃないかなと思います。10分に飽きたら、もう少し伸ばしてみませんか。もっといろいろな出会いがあるかもしれません。一例ですけれども、 荒川の土手に行ったときにコスモスがこうたくさん咲いていたり、川口では、廃道につき通れませんなんて、こんなのめったに見ないですよね。あるいは北千住まで行ってみたら、お団子があって、ものすごくおいしくて、そ,そこに行くのが癖になっちゃいました。あるいは、和光に行くと、例えばあの理化学研究所の北側といったようなところには、こういう原子番号のえがですね道の上にずっと並んでたり。 あるいは、これ北坂戸の史跡ですけども、足利元氏っていう人の住まわれてた場所というのでありったり、から虹ですね。これはあの最古の夕日って書いてますけど、夕日が綺麗な時もそういうのに出会ったり、一番おかしかったのは、これは DIY ケーキって書いてあって、どういうケーキ屋なんだろうと思いながら、しばらくこの前うろうろしちゃった覚えがあります。 こういうふうに一例ですけれども、例えば、えー、パン屋さんや甘味所とかを目的地にしてみたり、クリスマスとか、これからの季節ですね、イルミネーション、あるいは夕日、まあ、こんなものを見に行ってみるとか、ポケモン GO とかドラゴンクエストウォークスと組み合わせてやってみるとか、史跡とか記念碑みたいなところに行ってみたり、友達と時間と場所を決めてすれ違うといったようなことはどうでしょうかと。 そして写真を撮ってみるというのが面白いように、思っています。あの友達となかなかお会いできないと思うんですね。僕あの一回やったんです。つくばに住んでる友達と六十キロ離れてるんで。三十キロのところが利根川、野田市の端っこの利根川のところだったので。そこの橋で会おうって決めて、えっ、ー、と、そこに行って、三十キロ走ってって会って。また帰ってくるなんていうのをやったことあるんですけど。あの。 顔を合わせる時間は本当に短くていいんですけど、なんかあの、そこに行くまでが楽しくて、会ったところから帰るところまでまた楽しいと、そういったことが、えっと、例えばありました。こういった形で、出会いだったり、写真を撮るといったようなことが、気分転換をアシストしてくれるんじゃないかなと思ったりします。さっき私の場合は、えー、ずっと走ってたって言いましたけど、 そういう必要は必ずしもなくて、電車と組み合わせるという形にすると、楽しみの可能性が圧倒的に広がるように感じています。ここまでお話ししている中で、あれって思うところがあるんではないかと思います。実際、走ってみようと思うと、どんな靴履いたらいいのって思われる方も多いんじゃないかと思います。今日はちょっと3つだけ紹介させていただきます。 左側からナイキズームライバルフライですね。すから真ん中がアシックスの GT1000、右側がアディダス・ボストンです。一番左側は軽いんですけども、ちょっと弾みが弱いかなと思います。でも、軽さの点で陸上経験をされている方には向いているように感じます。真ん中のアシックスの GT1000 はちょっと重めなんですけれど、クッション。 と反発のバランスがいいので、初めて走る方に向いてるように思います。一番右側のボストンは、これはあのまあ、僕が好きなんで開けたところもあるんですけども。も幅広い方が履けます。重さ的には、実際はズームライバルフライよりもほんのちょっと軽いというところで非常に履きやすいシューズだと思います。まあ、どれもですね。えっと長い間、えー、その、ね、各社で売られているシューズなので、完成度が高いです。 僕がいつも履いているシューズのそうです、ね、いくつかです。次に走る服装はどうしましょうかなんですけれどもとにかくです、ね、ゆっくり走るって寒いって感じるケースの時にあるかもしれないです。一応僕の服装をこの左側に載せましたが帽子をかぶってます。リュックを背負ってることが多いですから手袋タイツ そしてタイツの上に短パンを履いて、えーと、コンプレッションシャツを下に多分これ着てると思うんですけども、その上にウィンドブレーカーを着て走ってます。気温でだいこう、そうですね、服装を変えていて、15度くらいであれば長袖 T シャツにウィンドブレーカー、薄めのタイツに手袋帽子みたいな感じなんですけど、気温が下がっていきますと、コンプレッションシャツに変えたり、タイツを厚めに変えたり、 さらにネックウォーマーをつけたり、えー、まあ場合によってはここに書きましたけど、タイツの上にロングパンツを履いたり、ウィンドブレーカー2枚重ねとか、まあ、こんな感じで重ね着をしながらというのが、えっと、いいようです。まあ、リュックを背負っているのも、こういう脱いだものを入れたりとすることもあって、背負っていることが多いです。やっぱりです、ね、こう走っているときにあると便利なのは、 ウエストポーチか小型リュックがいいかなと思っています。ウエストポーチ、小型リュックどちらでもですけど、小銭とかスマホがあると非常にいいかなと思います。さっきも言いましたけど、写真を撮ったりするときにもスマホあると便利ですし、この中にランニングアプリを入れてあげた状態で走れば、走ったところが記録されます。また、もう少し操作を簡単にするためにもですね、GPS 時計、これをつけていただく方法もあるかなと思います。 最近 GPS 時計は心拍数とか疲れの具合、ストレスといったようなことの健康状態も見られるといったところが出てきていますので、まあ、こういういろんなものをですねあの、使いながら楽しまれるといいんではないかなと思います。先ほどもちらっと紹介しましたが、えっと、スピードを競って走るわけではないので、まあ、こういうですね、ポケモン GO とかドラゴンクエストウォーク、 あの僕もやってた時期がありますが、えっと、そうですね、あのどこに、目的地にいつになってもたどり着かないという大きな問題があってです、ねえー、いつまでもなんか似たようなところ、ぐるぐる回ってしまうんで、やらなくなったんですけども、えー、例えばポケモン GO とかは、神社とか史跡とか、そういったところがポケストップというのになっているので、比較的寄りやすいんではないかなと思ったりします。 あのパン屋巡りですね、これは僕の大好きなことなんですけれども、先ほどの,あのリハビリを始めたときに、初めはブックオフに行っていたんですが、家から5キロとか10キロとかだと、もうあの限られたお店しかないので、しょうがなしにパン屋だったらどうだろうということで始めました。 一番左上にあります、えっと、このケイズベーカリーっていうのは、川口にあるお店だったと思うんですけど、こちらはもうすでにあの閉店になってしまったんですけど、ここが初めて行ったお店でした。えっと、今までですね、なんとあの500店にまもなく到達しそうなんですけど、延べじゃないですね、行ったお店の数がそのぐらいになるんですけど、今まで行った中で、やっぱ面白し美おいしいなって、ここは何回も行ってる。いや 何十回じゃ、もっと多いかもしれないぐらい行ってるのが、ここにあげたお店で、美、えー、ゴの店、えー、市街にありますファクトリー、から東大、駒場東大前にありますルルソール、から白金高輪にある丸一ベーグル、新宿駅の構内にある墨江墨の江ですね、すみません。それから、えー、代々木八幡にある365日、そして麻布十番にあるポアンターですね。 こういったところは非常に素晴らしいお店ですので、パン屋巡りってやってて面白いのって思われる方いらっしゃると思うので、まあ、ぜひですね、足を運んでいただけると、これが大竹が言ってたパン屋か、とえー、分かっていただけると、えー、と思いますし、完成度が非常に高いのであの、病みつきにならないようにご注意ください。えー、例えばなんですけども、 僕のある週末をここからは少しだけ紹介させていただきますこの日はですね舞浜の駅まで電車に乗っていきましたそれから東京ディズニーランドを一周しまして葛西臨海公園に行って永代通りを通って東京駅まで行くということで4時間半をかけて23キロ走りましたということでまあ、1時間に えー、6キロ進んでないので歩いてるのとあんまり変わらない感じなんですけど、あの写真を撮ったりそれからちょっと休憩したりしながらえっと行くというこういうそののんびりさがいいのかなと思っています。えー、途中であのこういうチー何、えー、だったっけなチーズタルトのお店に入って、えー、買ったり、最後は東京駅に着いたところでパンを買って東京駅の外で。 パンを食べて帰りました、まあ、なのでこういう形ですとあまりこう人と接触することがなく、まあ、電車に乗ってるときは別ですけれども人のいないところをこうずっと通りながら帰っていくというような感じになったりします。そうですね、あるいはこの日はですねフルマラソンの42キロを走ってみようと思ってトライしたんですけれども。 えっと、うちあの埼玉県なので、えっと、荒川のところをずっとこう走りまして走っていったらマラソン大会やってました、えー、一か所やってるなと思ったらその次にまたもう一か所別のところをやっててと思ったら友達が走ってるわけですねええー、と思ったらその次にあの平塚淳さんって、えー、と僕と学年的には一つ下なんですがもう超有名なランナーさんですけど、えー、走っていらしてあらーと思ってびっくりしてみたりして そのまま、えー、と荒川を走っていって、えーと、北千住のところで、えー、と川を渡って五反野のパン屋さんに2箇所行って、美味しいなとか思いながら、千住大橋を再び渡って帰ってきたと、まあ。こんなことをのんびりやったりしています。それ以外におすすめなのは、まあ、山手線一周ですね。 これはあの初めてやったときで2017年なんですが写真を撮り忘れた駅があったりするんでちょっと申し訳ないです雑な写真で申し訳ないですがこういう形でそれぞれの駅で駅を写真に撮りながら走っていくというのをやるのも面白いかなと思います特に年末年始は人が少ない時期がありますのでそういったときをこう狙ってやってみると面白いですし初めは半周でも もちろん十分なので、まあ、そういった形で楽しみの一つだと思って、えっと、やっていただけると面白いように思います。えっと、あくまでもそのコロナ禍ですのであの人がたくさんいるところをこ,れはこの写真はもうすみません、えっと、2017年なんで人がいますけど今はここまで人がいないという時間帯だったり曜日もありますのでそういうところを狙っていただいて。 人がいないところを1人で楽しむという形で、ぜひですねあの走っていただけるといいんではないかなと思います。こういうように今お話しさせていただきましたけれども、やっぱりスロージョグで気分転換するには、楽しい気分だったり、夢中っていう、こういう要素が大切なように感じます。この時に 紹介させていいいたたただだききました通りり出会いだったり写真ううのが引き金になるようですここがポイントなんですけどこの引き金によって実際にはエンドルフィンが分泌され楽しい気分につながるとそして非日常から気分転換になるとこういう形で変わっていくように思います実はですねもう一つ注目するホルモンはアドレナリンだと思います。 ここからは少しだけランナーの方向けの内容になります。このスロージョグをマラソン練習にどう使うのかということになります。僕からのおすすめの方法は、スピードを上げる練習は、ポイント練習と書きましたけども、週に1回。残りはスロージョグ。これは下のところでは、疲労抜きジョグと書いていますけども、こういう練習方法です。右と左に例を挙げてみました。 左側の方からいきますと、左側は土曜日にこのポイント練習という速い全力を出す練習を20キロ走ります。そして日曜日に拾い抜きジョグ、まあ、これスロージョグですね、これを20キロ、その後に平日に2回10キロずつスロージョグをやります。また、それとは別に日曜日に例えばポイント練習ということでペースを上げる練習をやりましたら、 月曜日を休みした後、4日間10キロずつ走るとこういうような感じで,えですねあの走っていただくのが良いように思ってますこの時に実はこのポイント練習というものとこの疲労抜きジョグと書きましたけどスロージョグの比率としては1対2というのがちょうど良いようでこちらでもこちらでもそうなんですけど1週間にポイント練習と言われるものを20キロ走ったら それ以外にこの疲労抜きジョグというのを4 0キロ走るという形にしますと1週間で6 0キロ1か月で2 4 0キロというような形で練習を組んでいくと非常に効果が高くなります。どうしてこれが1対2かというところはこういう理由があります先ほどお話ししましたようにスロージョグというのをやると毛細血管が発達して心拍数が上がりにくくなります。 ですので、練習を始める前と練習を始めて時間が経った音では、心拍数の最大最低は変わりませんが、代わりに、速、えー、く走っても、なかなか心拍数が上がりにくくなるので、より速いスピードで走れるという効果があります。それに対して、先ほど言いましたポイント練習という速い練習を入れますと、 心筋が鍛えられることによって安静時心拍数が下がります。ですので、最初の心拍数は上ですけど、練習後の安静時の心拍数はここまで下がります。ですので、その分早く走るということができます。前のページで紹介させていただきました通り、スロージョグとこのポイント練習というのを組み合わせると、これがダブル効果になります。安静時の心拍数が下がって、 毛細血管が発達して心拍数が走った時に上がりにくくなるということでこの2つの効果を組み合わせるこれが若い時の方の練習とある程度年を召された方の練習の違いでこれによって実は私は50歳を過ぎても今のようにタイムを伸ばしているというこういう具合なんです例えばなんですがえっと 僕自身は今コロナの時代なので、なかなか集まって走るということができないので、小さな大会を練習の一環で使わせていただいたりしています。えっと、検温だったり、前日からの健康チェックだったり、こういう形で検温ゾーンがあったり。 ここではです、ね、健康チェックをして、えっと、一人一人にです、ね、リストバンドを渡してしています。そして、ここあの赤い点が実は下に貼ってあるんですけれど、一定間隔を空けて並ぶようになっていて、えっと、ウェーブスタートといわれます、50人単位とかでワングループごとにスタートしていくというような形でやったりされています。また、飲み物をペットボトルで提供するなど、さまざまな工夫をされていて、 えー、非常にですね安心して参加できるなと思いました。まあ、こういった形で参加してみると、やっぱり汗をかくというのはランナーの目線で言いますと大きな気分転換になる機会だなと感じます。はい。やっぱり仲間と一緒に走ることができませんので、まあ一人でこうなていうんですか、まあ、走ってる人はたくさんいますけど、一人で走る感覚で走って、えー、終わったら帰ると、まあ、そういった、えー、いい練習の機会になっております。 えっと、皆さんからあのコメントいただいた中で、私がどういうふうに時間を過ごしているのかということを、えっと、聞かれる方が多かったので、ちょっとここに一例を示してみました。えー、左側の円がこれ平日の私の24時間で、右側が、えー、と休日になっています。でこれ書いいたたのののがすみませんあの、えっと、今年の初めぐらいだったので えっと、ちょっと今の在宅勤務のところとは少し違うんですけれどももともとは平日はまあ帰宅欄を活用させていただいていてあの翌日のパン屋さんあ翌日のパンを買いにパン屋さんに立ち寄りながら少し走って、まあ、それで、えっと、電車に乗ったりしながら帰ります、えー、っとそういう形で平日は練習をしていて、えー、土日に関しては 午前中ですね午前中に、まあ、4時間ここで撮ってますけどぐーっと練習するというこういう感じでやっていました。やっぱり先ほども紹介しましたけどやっぱり土日にしっかり練習していくという形をとっています。やっぱり今ですねその在宅勤務になっている中で自分自身も1日の歩く歩数が5000歩は少なくなっています。 なので、えっと、打ち合わせの合間を活用してますと書いたのは家の前を、えっと、もうあの血液が止まるというかあの動かなくなってしまうんで,、えっと、なんですか30メートルぐらいの距離をダッシュするというのを23本やって戻ってきてまた仕事をするというような感じにしたりしています。 また打ち合わせが続く日はですね、もうずっと座りっぱなしになってしまうこともあるので、気分転換を兼ねて、夜7時ごろから2時間くらい走って、また仕事に戻るといったような形にして、えっ一旦区切るということで、走ったりもしていますし、それで気持ちを切り替えるというようなことをやっています。僕がこういう、ここまでご紹介させていただいたような練習をしている中で、 どんな変化があったかというのを先ほどのえっと心拍数の変化のところで少し紹介いたしますと僕自身はその先ほど言いましたポイント練習というのを重ねることによって今だいたい安静時の心拍数が40ぐらいですえっとそうですね50歳を過ぎてスポーツ心臓と言われるとは思わなかったんですがえっと心拡大ということとそれからこの安静時心拍数が下がるということで今スポーツ心臓 ぽいですえさらにえっと上がりにくいのでこの一般的なところの数字に比べるとあの僕自身は低い数字でえっとこういう 50%70% になるんですけども、まあ、その時の速さっていうのがこのぐらいの形になっていましてあの以前よりもその心拍数が上がらない状態で速いスピードで走れるというような感じに最近はなっています。 またあの、足を痛めているということをお書きいただいた方も多くて、ですね実はあの僕あの、この、えっと、話をさせていただくのに、えー、先ほどライバルフライというシューズを上げさせていただいたんですが、ペガサス36は履いてたんですが、37というのを履いたことなくて、どっちをお勧めしようかなと思って、先週購入して履いてみたんです。えー、そししたらですねなんと足の甲を痛めててまって え水曜、木曜とこのシューズを履いたんですけど、金曜日から足が痛いんですね。この時に、まあ、走ると、まあ今もちょっと痛む時があるんですけど、皆さんどうしてますかと。A、痛みがなくなるまで休む。B、痛みをこらえて走る。C、痛みが出ないスピードまで落として走る。 痛みを感じていらっしゃる方の中には、痛みをこらえて走るという方もいらっしゃると思うんですが、僕は、えー、痛みが出ないスピードまで走る。これをお勧めします。痛みが出なければ、だんだんと痛みは抜けてきます。ところが、痛みを我慢すれば、痛みは増すばかりだということになります。また、えー、お医者さんに行くとですね、 痛みがなくなるまで休みなさいって言われることがあるんですが痛みがなくなっても同じフォームで走っていたらまた同じことが待っているんですねこれは大きな課題だと思っています実はあの私いつも足を見ていただいているのがここの左側に載せました竹アスリート神球院の田中武夫さんという先生に見ていただいているんですが この先生の書かれた本で、ランニングで痛めた足はランニングで治すと、こういう本があります。初めて大名を見たときに、マジかって思いました。でも今の僕は十分理解しているので言えるんですが、治るんですね。痛みをこらえて走っていらっしゃる方も多いと思いますが、先ほど言いました通り、痛みが出ないスピードで走ることが大切です。 インソールとかテーピングとかいろいろな工夫をして痛くない状態で痛くないスピードで走る。これが大切です。理由は痛みがあると筋肉に力が入って血管が収縮してしまいます。このため疲労物質が抜けないんですね。痛みが出ないままスピードごめんなさい、痛みが出ないスピードまで落とせばこれが徐々に消えていくということなので そのスピードで走りながら痛みの出ない走り方を体に染み込ませていくというのが、えっと、再発せずに、えー、治る方法だと思います。えっと、僕自身は現在ですね、だいたい月に700キロ以上走るんですけれども、えっと、それでもほぼ、まあ、さっき言ったような足が痛いと言ったような時も、えっと、あのそういう意味で言うと、 痛くない状態までスピード落として走るという形にしていると、短い期間で治るので、そういった形で走らせていただいているんですけれども、やっぱりですね、あのなんで怪我をしないのということを、まあ、よく言われるんですけれども、やっぱりここに書いているようなことを、えっと、実際に行っているというのが、怪我をしにくい理由なんではないかなと思います。またですね、えっと ちょっと2冊だだけ本を紹介ささせてください、えっと、これはあの先ほどからいろいろこう言っているような、えー、気持ちの部分ですねあのメンタルの部分で運動のもたらす効果を紹介している本になるんですけれども最近あのマイオカインとかカテプシンといったような作用というのは、えー、見逃せないなと感じています。えっと、これはあの打つ であったりそれから何だっけな、えー、他にも効果があるんですけれども、えっと、あ運動能力を高めるです、ね、あの効果があるんですけどこういう作用は見逃せないと思っています、えー、左側の方の、えー、脳を鍛えるには運動しかないこれはあの非常に、えー、良い本で、えっと、走ることで脳が活性化されるとこれを特に朝、えー、行うということで、えっと、実は学力が向上します いいうようよな話が展開されていますし、えっと、右側のケリー・マクゴニカルは他にもいろいろスタンフォードのということでいろいろな本出されてますけれども今年の4月の終わりぐらいに発売されたこちらの本ですね非常にあのよくできていて本人自身が走る方だというのも僕はこの本で初めて知ったんですけれども非常に面白いなと思って読ませていただいています。 こんな感じで,ですねえとずっと話をさせていただいてきましたがえ最後のページになります。まずですねスロージョグの楽しみ方としましてえスロージョグの持つ効果これは有酸素運動によって痩せるということそれから少しだけ心拍数を上げることによって毛細血管を発達させるということで元気はつらつになるということ。 そして最後にちらっとお話ししましたけども脳が活性化するといったような効果が期待できます。また気分転換ととスロージョグを組み合わせると楽ししさが増します例えばパン屋さんや甘味どころとかを目的にしてみたりクリスマスとかのイルミネーションや夕日を見に行ってみるとポケモン GO やドローラゴンクエストウォークをやってみると友達と時間と場所を決めてすれ違う。 特に出会いや写真をきっかけにエンドルフィンが楽しさを運んでくれます是非ですねこれから年末年始迎えますのでこの年末年始を活用して是非楽しんでいただけたらなということで今日は私の話はここまでにしたいと思います1時間ということで聞いていただきまして非常にありがたく思っております いろいろな質問ですとか、ご意見とかおありだと思うので、いろいろですね、ご意見頂戴できたらと思っていますので、メール等でご連絡いただいても構いませんし、このあとですね、懇親会の方、ご参加いただいて、いろいろまたお話できたらなと思っております。今日は1時間という時間でしたけれども、お付き合いいただきまして、あ,ありがとうございました。したえ以上です上。えー そうしましたら、この辺でですね。えっ、ー、と自分で切ってくださいということを言われておりますので、<laughs> いいんですかね。はい、<laughs> ありがとうございました。では、あの、はい、この後すぐ懇親会場にてお話できたらと思います。では、配信を終了いたします。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼いたします。